男の子なんかもですね、ストレートアイロンだったら上手に使えるなんていう子もね、結構いたりするんですよ。そういった子たちが、まあ、フォーマルなセットにですね、応用して使えれるように。コンテストなんかのシーンを見ても、ストレートアイロンを駆使してデザインを仕上げているようなところが見受けられますね。ですので、まあ、そういったストレートアイロンを使った外羽であるとか、束感を作り方とか、もちろんね、耳周りなんかだと、普通のこうカールアイロンの場合はですね、やけどさせてしまう可能性も高いので、ストレートアイロンを使うと、当然ギリギリまで攻め込めて、で回転させて外羽にするとかっていう技術もあるんですね。それも合わせて、見ていただけると幅広いね、カールのテクニックが身につけられるのかなというふうに思います。